アロハアロハもうすごい、それ画面の中はなんか日本みたいな景色だね。そうだね、向こうにバニアンツリーがあるけどね、うんうんうん、皆さんこんにちは、アロハ。今日はお散歩ライブです。皆さん元気ですか？神社って来てる。ワクワク組さん、神社に見えますよね。あの、鳥居がある公園なんですよね。リリオカラニ公園って言って、日本庭園、ね、そう、なんですけど、あの、広には世界で、日本以外の世界最古の神社、うんうん、広大神宮っていうのがあるんですけど、うん、そこは、ね、日本国外で、うん、日本国外に作られた、最初の神社。ね、うん、最初の神社か、神道のね、うん、見て上もすごい綺麗、ほら、本当だ、モンキーポットだね。このモンキーポットの上にさ、うん、ほらなんか、あの、なんだろう、本当だ、タバコの葉っぱみたいなやつが、本当すごい、ね、Aloha from West Texas だって、wow, thank you. West Texas, thank you. Thank you for watching andHope you enjoy. どっちから行こうか、じゃあ今日は。そうだね、あそこら辺の石のあたりも綺麗だよね。うん、あっち行く？最初いいよ。あそこに神社あるね。行ってみようか、じゃあ神社。神社じゃないかな、あれ。なんだろう、入ってみよう、とりあえず。モンキーポットの木には巨大なこういう植物が生えてるの見えますか？これが面白いんですよね。じゃあ入ってみよう。鳥居をくぐります。これ見て、ん？ほら、なんて書いてる？アメリカンインディペンデンス200 years。 本当だ、だね、アメリカの独立、うん、200年を記念したやつだね、うん、1776年がアメリカが独立したから、ここら、うん、1900、ちょうど200年。本当だ。ジュライフォース、ね、独立記念日の日。その日に記念して置かれた石だね、これは。ね、うん、なるほど。日本のこの、ほら、これ。これは何だろう。これはそのこの石をドネートした人。うん、だけどほら、京都の人とかもいるよ。あ、本当だ。和夫中村さん。ね、京都。京都って書いてる。ランドスケープアーキテクト。まあ、あの、なんつうんだっけ、庭師っていうの。の庭の。設計士だね。ここに庭園の設計士っていうのかな、そういう人の名前がありました。アロハ、大きい石だね、本当に。今はハワイ時間の3時頃です。いつも通りね、お散歩ライブの時間です。すごい、この下のさに行くとなんかさらに凄さがわかる。なんかリアルじゃないみたいだよ ね、 なんかなんかさ、誰かが置いたみたいな感じだけど、面白いです、とっても。ほんと太いね。太いね。ショーンさんがそこにいるとよくわかります。とっても太い幹です。ねえ、上から垂れ下がってるよ、ね、これあれでしょ、オートグラフツリーの根っこでしょ。あ、本当だ、あれオートグラフツリーだ。ショーンさん、ブルーコーデね、いいね、いいね。あやちゃんは秋の格好じゃない？なんで秋の格好？なんか 秋っぽいよ、ほら。ココナッツバッグ、四つ角結びだ。いろいろ入ってるよ。この紹介したこのハワイアンガーデンの。ああ、それね、いいよね、その本、うんうん、これモンキーポットあるんじゃない？あるかもね、見てみようか。でもモンキーポットすぐに調べられるかな。 M で調べよう、英語で。あった、157ページ。157、モンキーポット。あったー。この木です。この木の。ね。この木の
ところにいます。この木ね、この木何の木、気になる木の木だよね。そうそうそう、アメリカネムの木、うんうん、雨降りの木っても言うんだって。へえ。モンキーポットか、またの名はレインツリーって言うんだって、うんうんうん、ハワイ名はオハイっていうらしい。オハイね、そうそうそう、うん、淡いピンクの花をつける、うん、暗緑色の豆か、豆がついてるよね、うん、甘くだって、甘く粘り気のある褐色の繊維質で包まれている、原産地では牛の肥料としてされる。へえ、牛の肥料になるのこの豆が、ね、ここに豆がいっぱいあるの分かりますか。それでね、うん、食べれないのかな、人間は。食べれるでしょうね、食べれるんじゃない、やっぱり。どうにかすると。これが殻なんですけど、うんうん、緑のやつないね、まだね。ないね。だけど、で、なんだっけ、英名は果実が壺のような形をしていることから、うん、うーん、なるほどね。巨木として知られ、非常に長い枝を水平に広げる、うんうん、ホノルル市のモアナルア公園には樹齢120年、うん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 、枝の広がり40メートルという巨木があり、テレビ CM で使われたこの木なんの木のモデルとしてよく知られる。だってそうだね、有名だもんね。そうなんだ、うん、じゃあちょっとこれは勉強になるから、ね、持ってきてよかった。持ってきてよかったね。まさかこの豆がさ、うん、牛が食べるっていうのはさ、知らなかったね。確かに、もしかしたらこっちのワイメアの方で飼ってる牛とかは食べてるかもね。食べてるかもね。こんにちは。今日もね、こっち行ってみる。今日は滝に行こうかなって思ってたんですけど、そうそうそうね、そしたらあの山の方が曇っててね。そうなんです、うん、山の方はお天気があんまり良くなさそうだったので。黄色い花が咲いてるよ。あ、本当だ、どこで見よう、そこ、本当だ。あ、ね、見て、すごい雲が、雲の巣張ってる。雲がすぐ張ってる。見えないかな、見えない、カメラだと見えないか、カメラだと映らないか。すごい見事な雲の巣だよこれね。ねえ、雲は自然の設計者だからね。すんごい綺麗だよ、うん、なんか今も作ってんじゃないかもね。ごめんなさい、見えないですよね。ちょっと逆でも見えないかな。あ、すごい雲の巣が綺麗だとちょっと見入っちゃいますよね、うんうん、雲の巣ばっか映してもしょうがないか。あと今あれがいっぱい咲いてるよ、ほら。あ、本当だ、勝負かな、うん、勝負っていうの、うん、多分勝負梅雨草なのかな。綺麗だね、これも。綺麗だね、三角形の中に三角形がある。本当に誰かが設計したような形をしてるよね、うん、綺麗だな。誰かが設計したんでしょう。そうだよね、この形は。今これが旬だね、向こうにもいっぱい咲いてる、うん、ほら。あ、本当だ、綺麗。ここはリリオカラニ公園の中です。休日なので人がちらほら来ていますね。その木は何だろう。どれ、このピンクの、これなんだろうね。羊かな。そうかもね。あ、ツツジか、うん、あ、本当にね。え、ここの手前にあるお花はツツジの花です。うちにもツツジがあって。あるね、うん、前のね、うん、お家に、ここの民宿ヒロのお家に住んでた人が日系の方だったので、うん、日本からこの植物をたくさん植えてたみたいです。ここいいね、なんかあずまやみたいになってて、ね、本当？すごい綺麗、ね、わー綺麗だね。見える？カメラで映ってる、うん、
一面に広がってる ね。ちょうど季節だねこれね。うん、うわーすごい、なんかこの可愛いね、うん、この3つの花がいる、なんかする香りはどうだろう。あ、ちょっとする、やっぱするよね、うん、ほんの少しだけど、うっすらとだけど、なんかいい香りがする。うん、なんかわかんないけどいい香りする、うん、なんか例えられないな、ね、でもお花の匂いだよね。うん、お花の香りだね。花屋さんの、そう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 、花屋さんのちょっとランに似てる感じかな。ランあんま匂いするの少ないからね。ねえ、三角なお花です、ほんと、うん、かわいい。そこは日本ですねってほんと日本みたいな、日本の公園みたいです、ね、本当に、うん、だけどこのモンキーポットがあることにハッとします、ね、うん、あとこっちからも、ね、この中から見ると鳥居があって可愛いよ ね。ちょうど今こうなんか落ち葉がいっぱい落ちてて、本当秋みたいだよね。確かにちょっとなんか季節の変わり目です、うん、こっち行くと緑だけどね。えすごいなー、見てこれね、え上がすごいね。もう子供が走りたい放題走れる公園です、ここは遮るものが何もないっていうか、フラとかするのにも良さそうですね、この公園で。日本とのつながりを感じましたって、いや本当そうなんですよね、あのいい公園だよね、のんびりのんびりしてて。みなりあやめ、あやめか、みなりあやめっていうんですか、ちょっと後で調べてみます。メリーバンチオブマイライフさん、ありがとうございます。後で調べてみますね。こっちに来るとこれは何だろう、ストレッチや神社、うん、神社です。この木も結構群生して生える植物。これもちょっと図鑑見てみたいから、しようか。これなんだろう。この本のすごいいいところは、うん、この本全然あれ、私もいただき物なんですけど、写真が載ってるね。写真が載ってるからね、うん、すぐに。なんか神社のねページが。うん、たんだよね、どこだったかな。あれ探してるんだけどね。あ、でもその辺じゃん、ここら辺か、うん、これじゃない？あ、違うか、あ、違うな。なんかこれいつも名前がわかんないんだよな、うんうんうん、教えてる方が、教え、知ってる方がいたら教えてください。今度はあそこのボタニカルガーデンとかも、これあれでしょ、これは極楽鳥花だから似てるけど違うよね、うん、ちょっと違うね。でも葉っぱの形はすごい似てるね、うんうんうん、ちょっと見つけたら言いますね。ボタニカルガーデン行きたいね。行きたいね。あ、私も同じ、なんだこれ、図鑑買いましたって。あ、うん、いいですよねこれね、うん、あ、レイが、レイが置いてある、レイが返されてます ね、うん、こういうのよく見ます、ハワイではね、いろんなところにレイが返されてるね、うん、ちびろころこさん、おはようございます。おはようございます。こっちはスパイダーリリーです。スパイダーリリー、雲みたいだもんね、うんうん、
でも綺麗なね、これも六角形、正六角形、うん、ね、うん、でさ、この子も可愛いけどさ、うん、あの子なんか一人だけなんか残ってる。あ、本当だ、本当だ、本当だ、他の全部枯れちゃってるのに一人で頑張ってる ね、ここ全部枯れちゃってるのにこの子だけがピーンと綺麗ね。あ、なんか写真撮ったら名前がわかるアプリありますって。すごい。なるほどね。確かにありそうだね、そういうの。くにこ伊藤さん、おはようございます。おはようございます。スパイダーリリーは、うん、スパイダーリリーあった？ハワイ名はないみたい。ハワイ名はないけど。うん。うん、まあ、こっちのスパイダーリリーだもんね。うん。うん、日本では、浜尾本。うん、大浜尾本っていうらしいです。へえ、うん、大浜尾本、うん、へえ、ね、かわいい、ね、あそこにレイが、ね、あそこにレイが、ね、ここにもレイがある。 Google カメラ撮ると分かりますよって。 Google カメラ、うんうん、へえ、初めて聞いた、ありがとうございます。あ、ハコスさん頑張ってるっておはようございます、かわいいお花、癒されますってじゃあバトンタッチしようかしら、はいはい、OK、じゃあ僕がこれ辞書係しようか最後のページでなんか作品がある、うんうん、こっち行く？うん、いいよ。あ、こっち行くとあそこのアイスクリーム屋さんがあって、うん、で、あのお茶屋、あっちからさ、お茶屋があるけど、うん、あのそこら辺見ると綺麗なんじゃないか。そうだね、ここつけて、突き抜けていく、うん、そうでもいいよ、うん、おはようございます。そうです、ゼンファレのレイです。レイを、あの、が枯れた後とか、レイをあの、どうしたらいいか分かんないっていう方は、ハワイの人は、自然の、まあ、できればそのレイが作られた、レイを構成しているそのお花がいろいろあると思うんですけど、そのお花の木の下に返すっていうのが一番、目立たないように返すっていうのが一番いい。らしいです。だけどまあそれがちょっとできない場合はその海とかにこの糸を外して返したりとか、あとは先週やったね、うん、そうそうそう、先週やったんですけど、ショーンさんにお誕生日でもらった礼を返しに行った。ショーンさんもこの前お誕生日だったね。あったかいメッセージ皆さんありがとうございます、ね、すごいたくさんメッセージ来てちょっと涙ぐんじゃいますね、本当にあったかいメッセージばっかりで、私もなんか感動しちゃいました。ありがとうございます、ねね、幸せだね、幸せだね、本当に、うん、ございます。もとこたけいしさん、こんにちは。こんにちは。アロハユカさん、レイも地に自然に返してあげるのですね。そうですね、そうですね、うん、それが一番ベストかなと思います。あら、あそこにもレイあるよ、ほら。あ、ほんとだ、なんかレイがいっぱいあるね。ほんとだね。ワイキキだと銅像の腕にたくさんかかっていた記憶そうだね、確かに。あのあれ、ドゥークカハナモクのところに。あれはなんでなんだろう、やっぱりいろんな人がかけてるんだろう。そうそうそう、あれサーフィンのほら、うん、レジェンドだもんね。あ、見て、木にもかかってる。そうそうそう、あれあれ、あそこの違う木にもかかってるよ。あ、ほんとだ、うん、なんかあったのかな、なんかあったのかな。こんなところにもまだ新しいね、うん、二人とも冬生まれなんですね。あ、そうなんです。そうです、ちょうど1ヶ月違いぐらいだね。そうだね、うん、2月生まれの皆さんも誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ここの上にもあるね。あ、本当だ、ここにもある。なんかレイだらけだ。私はあっちにもあるしね、うん、今日はなんかたくさんレイをかかってるのを見ます。あやちゃん、ここにもあるよ。え、ほら、わぁ、ほんとだ、こ
ここにもある。ほんとだ。いっぱいあるね。じゃあ突っ切っていこうか。なんかあったのかな、なんか卒業シーズンでもないし。ほんとだ。あとあそこにも2本ある。あ、ほんとだ。めっちゃある。でもこのレイの感じは、うん、やっぱゲストにあげるレイだから、うんうん、観光の人とかかな、うん、かな。え、まだ新しいよ、ここ。それかなんかグラジュエーションみたいな感じかな。まだそんな時期でもなんでもなくない？パーティー、ウェディングとかかな。すごいたくさん見ます。今日は何個レイを見つけたかちょっと数えておいてください。またあった、うん、本当だ。こんなことないね、初めてだね。うん、なんか今日はなんか縁起がいい感じがするな、ね。の松の木の下にも押し花にしようとしたら失敗してしまいました。あ、押し花にするっていうのもありですよね。あ、ここにも、ここにもある、2本ある。こんなとこにもある。お二人の会話の BGM、 鳥のさえずりが素敵ですね。鳥鳴いてるね。ニワトリも。じゃあ今日はレイが何本あったかクイズしようか。ね、翔さん数えてる、うん、あ、気づかなかったけど、あそこの後ろにもあった、ほら。わあ、ほんとだ、ね、発見発見。めちゃめちゃあるね。振り返ればレイがいる。うん、いや、これなんだろう、これなんかすごい綺麗。それこの木の実じゃない？違う？ほんとだね、綺麗だね。見た、他にない、ないじゃん、ね、でもなんかのつぼみだね。ほんとだ、うん、見して。ほい、これも形が綺麗だね。ね、ほんと自然の。なんかピアスになりそうな。確かに。本当？本当レイがある。ねえ、うん。祝福されてる感じですね、本当に。ね、わあ、見て綺麗、ほら。ああ、ね。よかった、海側天気で。ね。今日滝行こうと思ってたんだけどね、うん、ちょっと山側が天気悪くなってきたから急遽海側に。ねえ、海側の、もうここの公園のすぐ向こうは海です。で、あそこに見えるのがさっきのモンキーポットです。こっから見るとよくわかると思います。すごい、うん、ね、こうなってね、うん、これほんとかわいいね。もう一個ないかな。もう一個ピアス。ピアス作れそうだよね。でもさ、知ってる？こういうさ、やつはさ、うん、まだ花開く前とかでもさ、うん、あの樹脂に入れて固めちゃうのね。樹脂を塗るわけ、うんうんうん、そうすると成長しないから、そっから。あ、そうなんだ。レジンみたいなやつ、うんうんなんかやってる人いるよね、なんかランのさ、うん、あーいたね。ファーマーズマーケットで売ってる、うんうん、本物のランのピアスとか。ランをレジン漬けにしてピアスにしてるタイプだね、うんうんうん、お、大丈夫、うん、大丈夫よ。で、ちょっとあの、あそこの、あそこの木の、うん、お花見に行く、うん、今スイートピーでレイを編みながら見ています。いい時間の過ごし方ですね。でもありがとうございます。私たちの見ながら作ってくれて。ゆうめんきっきさん、おはようございます。ねえ、ニワトリかな、なんだろう。ね、上にニワトリいるよね。いるね。あの、ハワイではっていうか、ニワトリ、木
木の上で寝るからね。うん、木の上で寝る。あ、絶対いるよここ、うん、下にこう落ちてる花びらが綺麗です。あ、いる。どこどこ、あそこ、そこそこ、いたいたいた、尻尾が見えるね。ね、うん、多分さ、うん、卵を温めてるんじゃないかな。皆さん分かりますか、どこにいるか。ちょっと尻尾がちょこっと見えてるんだけど。あら、あそこにいる。見える？あ、見える見える。ニワトリは、野生のニワトリは木の上で寝るんですよ。そうそう。で、今はうちのお庭にもね、ひよこがいっぱいいるから、うん、いっぱいいるね。若いね、あの子。うん、めんどりだね、でも、うんうん、この木がお気に入りだったな。ね、確かになんか見えなくて良さそう。なんかちょうどここがさ、うん、なんか他の木が寄生してなんか太くなってるしね、この木はマウンテンオーキッドっていう名前の木で、可愛いお花がいっぱいついています。紫色のお花が咲きます。ここに落ちてるね。あんまり綺麗じゃないかな、これ。こんな感じです。ここに咲いてるのが綺麗だよ。え、ほんと？あ、ほんとだ。あ、これでわかるかな、ね、こんな感じのお花です。ね、綺麗だね、うん。ニワトリの声が聞こえる、うん、かわいいね、かわいいね。こういう木もあります。じゃあね。近づくなって言ってる、私たちに。危ない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 。あれ咲いてないか、まだ。ん、あのボトルウォッシャー。ああ、ボトルウォッシャーあそこの木だからまだだね、うん、アロハアキマハロさん、こんにちは。ハイビスカスに似てますね。そうそうそう、ハイビスカスに似てます。木の上で寝るのは外敵から身を守るためかしら。そうでしょうね、きっとね。多分そうでしょうね、うん。チャミさん、ハワイに行った気分で気持ちいいですって。よかった。よかった。ひよこはどうやって降りてくるんでしょう。ね、そこ謎だよね。謎だよね。うん、私たちはそこ、ちょこっとだけ飛ぶよね、ひよこもね。ちょこっとだけは飛ぶよね。うん、ふわっと飛ぶよね。でもあれ結構高い木だったけど。うんうん、卵は、あ、でもキャッシーさんこの前言ってた、うん、あの卵、うん、木の下にあるって。あ、木の下にね、うんうん、こちらのあそこにあるのもモンキーポットです。この前あのクリスマスの時に ね来たね。去年は、うん、なんかなんでかわかんないけど光のクリスマスみたいな、ね、そうそう、あのイルミネーションがすごいたくさん、うん、この公園で行われてて、あそこのモンキーポットの木にライトがわーってついて綺麗でした。本当、うん、1ヶ月ちょっと前なんだけど、年が明けるとさ、うんうん、すごい昔のように感じるね。そう、本当そう、不思議だよ ね、不思議だね。まだ1ヶ月ちょいぐらいしか経ってないのに、うん、確かに。あ、今日は満ちてるね。満ちてるね。今ちょうど満ちてきてるね、そしてね、うん、水面が動いてる。ね、
ちょうど向こうからこう水面見ると分かりますかね、この水が入ってきてるね、うん、水がこっちに入ってきてるのが分かりますか。ここの橋渡りたい。いいよ、いいわ、渡ってんの撮ってたよか。うん、お願いします、はい、じゃあこっから撮っとくよ。なんか思ったより暑くなってきた。暑くなってきた、ね、家出るときはね寒かったけど、うん、綺麗だね、綺麗ですね、これ見て皆さん、これがハワイ島です。こんな橋もあるし、まるでなんかもう本当に日本のどこかみたいですねこれね。ちょっと全然光の関係で後ろから光があるからコメントが全然見えないけど、はい、今ちょうど橋の上にやってきました。あのここはあの見えないんですけど、この下がね、うん、海とつながってる、海とつながってるので、そうそうそう、波がちょうど海の方から、今車が通ってるところの向こうが海です。潮が満ちると、うん、ここの池も満ちる、うん、そうそうそう、だから海と連動してる公園です。スウィンソールリエフルさん、二人の声に癒しが倍増します、うん、早くハワイに行きたい、ぜひ来てください、ありがとうございます、うん、道潮ですね、綺麗ですね。岩本京子さん、ハワイ島大好きで滞在してレンタカーであちこち回りました、うん、雄大な景色に癒されます、うんね、京子さんまたいらしてくださいね。ハワイ島のヒロです。ここは東側ですね、うん、東側です。そう、ハワイ島のヒロで民宿をやってます。民宿をやってます ね、 ね、宿をやってます、宿やってます。ぜひね、次来るとき遊びに来てください、うん、秋さん、アロハナリー、あやさんのスカートスタイル初めて見ました。あ、本当ですか。そっか、あんまりしてないかな。スカート好きなんですけど ね、 ね、うん、踊ったりするときはよく履いてるよね、うんうん、あの人すごい気持ちよさそう。本当だね、寝てるね。なんか寝てる人とかいていいよね、うんうん、なんかやっぱ1月になってマンゴーの花がいっぱい咲き始めてるね。うん、本当にうちのマンゴーも今いっぱい咲いてるもんね、うん、灯籠や太鼓橋があって素敵。そうなんです、ここの公園は日本からもたくさん灯籠とかが寄贈されてて、これもだよね、これ桃がついてる、うん、山梨県からだよ、だから本当だ、山梨県知事田辺邦夫さんから、うん、昭和43年6月に寄贈されたものだそうです。そうなんだ、山梨で桃食べたもんね。食べたね、うん、美味しかったな、うん、うん、美味しかった ね、 ね、こっちにも池があるね。ションさんと2017年か、うん、7年に日本に行った時に、
一緒に山梨の方行ったんだよね。行きましたね、うん、それでなんかおばちゃんが桃を売ってたから、そうそうそう、かのくださいって言って箱で買ったよね、箱で買ったね、うん、でめちゃくちゃドライブしながら食べたよね、うん、美味しかったね。いやー食べたくなっちゃった今、ね、また日本行きたいね、行きたいね、うん、そうなんだ、私が生まれた年、しかも6月で、あの昭和40年かな、43年、あやちゃんは平成何年生まれ、うん、ん、平成何年、平成時何年だっけ九州は雪がちらほらだからハワイと癒されます、日本人寄贈されてるんですね、うんうんうん、毎回思うことですが、あやさんとショーンさんの会話が素敵です、ありがとうございます、ありがとうございます、お互い発言に否定がないからかも、うん、お二人の会話なら場所に関わらず例えば浅草散歩とかでも癒されると思います本当ですか、そんな嬉しい、嬉しいね、うん、魚がいる、ね、見えるかな、見えますか、うんうん、あ、ちょっとちっちゃいからね、ちっちゃい魚だから、ちっちゃいけどね、うん、これがマンゴーの木です、そのそこにある対岸の溶岩のね、うん、これすごいね、うんうん、ね、なんかさ岩になってるもんね、 岩にもうなんか しがみついてる、うん、かもしくはもうその岩を、うん、岩が落ちないように支えてくれてる感じだよね、もうなんかまさにハワイアンソングの情景ですよね、うん、なんか 人と人みたいな岩と木が、うんうん、すごーい、ね、これすごいね、マンゴーの木と、あれがマンゴーの花ですよ、そうそうそう、あ、すごいね、あそこ、ね、行ってみよう、気をつけてよ、こっち、はい、あ、ここから見えるかな、この花が、あ、ちょっと逆光になっちゃったな、ちょっと向こうのやつ見に行くか、うんうん、マンゴーの木です、これがさっきの、まあ、日のあたりぐらいからやっぱ向こうの方が、それか、あそこすごいよね、あ、本当だ、本当だ、大丈夫、あっち見に行く、あっち見に行くか、うん、すごい、こっから見るだけでもすごい、ね、あれが皆さん満開です、ね、マンゴーの花、なんかふさふさ、ね、あの花のところから実がなってくるんだよ、あの食べるマンゴーが、そうそうそう、うん、なんか今年さ、うん、1、2月になってからすごいよね、そうだからさ、出てほら年末ぐらいから咲き始めるじゃんさ、うん、でも年末ずっと雨降ってたでしょ、うんうん、あれでほとんど花が落ちちゃったんだよね、うん、だから今年はダメかななんて思ってたら1月になっていきなり天気になったからさ、そう、ね、いっぱい咲き始めたね、またなんかさ、うちのマンゴーだけじゃなくてさ、うんうん、この広全体のマンゴーがこんな感じだから、ね、なんかマンゴーのネットワークが共鳴してんじゃないかと、うんうん、かもね、うんうん、マンゴーネットワークがちょっと 1,2 月頑張りましょうって言ってるような気がする、ね、いや綺麗ですね、ねえ、面白い花が咲いてるよ、あそこに、ラッパみたいなやつね、ねえ、あれ、なんだろう、乗ってないかな、お、見てみたい、ね、よし、行くよ、うん、もう写真で探すしかないもんね、そうだね、黄色いやつでさ、なんかこれすごい、ほんと大きい花が
今ちなみにこういう溶岩の上を歩いています。これがマンゴーの木です。でマンゴーの木に寄生してこの黄色いお花がすごい辺り一面にこうやって落ちてます。結構大きいお花ですよこれ。なんかトランペットフラワーとアフリカンチューリップのエノコみたいな。すごい、なんか生命力にあふれてますね。キラキラ、なんていう花なんだろう。つぼみでこんなに大きいです。私の手が、うん、あった？なんだろう、ん？本当？すごい、やっぱその本。これすごい、もう本当そのまんまの名前だよ。え？これでしょう。これだ。カップオブゴールド。金の器？金の器ってことだ。カップオブゴールドっていう名前の、うん、これちょっと見てみよう。ページ120、うん、マンゴーに目を奪われてたらこのカップオブゴールドもすごいね。ねえ、あった。ここからカップオブゴールド、ハワイ名はなし、うん、カップオブゴールド、ゴールドカップ、和名もなし。原産地メキシコ、中米、コロンビア、ベネズエラ。へえ。でツル製で巨大なカップ型は花のどんぶりを思わせる、うん、咲き始めは白または明るいクリーム色をしているが、うん、次第に黄色みを帯び、うん、数日後にしぼむ時には褐色となる。ココナッツに似た甘い香りを漂わせる。本当ね。夕方つぼみが開く時に小さな音を立てる。音ね、非常に何だろう、非常に成長の早い植物で、うん、1日に枝が30センチも伸びることがあるって。だからなんだ、ね、ラッパ花やマクシマに近いと、うん、俗名はクックの第一次世界志向に影響した、うん、なんだろうね、この人が名前つけたと。これがココナッツ、このつぼみが夕方に開くときに音がするのすんのかな。ちょっと聞いてみたいなそれ、ね、あ、すごい、わ、水が落ちてきた。香りわかる？香りわかりにくらいね。これすごい、でも見てこのつぼみがね、綺麗だね。カップオブゴールド聞いてみたいですよね。初めて見た。後で写真撮って帰ろう、うん、あー確かに、本当？ほんのちょっとだけど確かにココナッツにちょっと似てる。あ、ちょっと写してほしい、うん、お花見える？うん、見える見えるよね。え、うん、この内側すごいいい香りする。いい香りするね、うん、ココナッツの確かになんかちょっと甘い香りがするね。すごい、カップオブゴールド、この辺もまだ新しそうだよ、ね、ほらそれ。もし見たら皆さんぜひ香りを嗅いでみてください。なんかレザーみたいなね。わ、面白いこれ、うん、この 感触ね、ほんとカップみたいだね。なんかお水が入りそうだね。入るこれ。ここの穴さえ塞いじゃえばお水飲めるよ多分。本当だ、うん、すごい、いい香り、すんごいいい香りするね。確かにこう言われてみるとココナッツによく似たちょっと甘い香りだね、うん、なんかもったいないくらい。もったいないぐらいだね。
大きい。ポンって音らしいです。調べました。だってそうなんだ。ポンってなるんだ。なんか聞いてみたいね。聞いてみたい。今まで何度も来たことあるけど、ね、でもこの木さ、うん、すぐに伸びるからきっと多分管理されてるはず。そうだね。1日に30センチも伸びる場合もあるって言ってたもんね。ねえ、ツヤツヤでした本当に。でもツルカなんだね。だから上に伸びて下に落ちてくる感じか、うん、ね。さてさて、ちょっと向こう側も見てみる。うん、ハスの花みたいにポンって言うそうですね、うん、すごい。でさっきなんか形を見ただけで音がしそうだなと分かりましたって人もいたよ、うん、すごい。なんかそこの真ん中の部分が開くのかな、うんうん、ポン。そうかもね。すごい興味あるな、ね、夕方か。また一つ学びましたね今日。うん、この本のおかげです。この本すごい ね、 ね、近藤澄夫さん、カップオブゴールド、なんて縁起が良さそうな名前ね。うん、前からあそこにあるのは知ってたけど、うん、あの香りがするだなんて思ってなかったわ。ねえ、ね、あれ香り取り出せないかな。すごいクリーミーなココナッツみたいだけど、ね、お花の香りもする、うん、バナナの花の色にもちょっと似てる。確かにちょっと似てるね、うん。ここにはナウパカがあります。これはよくハワイの神話に出てくるナウパカっていうお花です。ヤシの木のカサカサいう音も綺麗だ ね、 ね。海の方は青空だけど、うん、あっちのマウナケアの方は結構曇ってるね、うん。皆さんもう50分。そうだね、今47分。47分、うん、皆さん今日もお散歩ライブにお付き合いいただきありがとうございました。もう終わりにするねえ、うん、ちょっと向こう行ってみる。あそこまで行こうか、うん、ちょっと歩いて行こうか。向こうに見えるのがココナッツアイランドです。別名をモクオラと言います。でこちらがマウナケアで、あっちがヒロのダウンタウンですね、うん。あその海の見えるところまで行こうよ、うん。なんかヒロのこのリリオカラニガーデンも来る季節ごとによって本当に全然違う感じで、ねね、お花もハイビスカスが咲いている時もあれば、うん、さっきみたいなカップオブゴールドみたいな花が咲いている時もあって、うんうん、ぜひあの植物図鑑ね持ってくるとより楽しめるかもしれないけど、私はもう6年間ぐらい何も持たずにいたので、それでも全然楽しめると思いました。はーい綺麗だ ね、 ね、いい天気だ本当に。あっという間ですね、うん。ありがとうしょんさん、それ入れとく、うん、いいよいいよ。あ、そうだね、うん。今日は私は四隅をにノットを作るやり方のバッグを作ってみました。ショーンさんはいつものね。民宿ヒロに泊まってお二人とお話ししたいですだって。ぜひぜひ。嬉しいな、ぜひしましょうね、うん、いらした時は。このヒロベイがこの前先週のお散歩ライブで見えてたところです、
なんかそろそろハワイアンパンツやね、あの、うん、ココナッツバッグ、うんうん、届き始めたみたいでね、嬉しい。あれカーディナルの、あ、飛んでちゃった、飛んでちゃったか。あー気持ちいいな。今日もヒロベイは住んでます ね、あそこにお花がほら、あー本当だ。レフアとお花探しにハワイとは行きましたよ。滝やカプキオラニ渓谷、マウナケア、星空観察もしました。民宿泊まりに行きたいです。ぜひまたいらしてください。では別れしたいと思います。向こうがヒロのダウンタウンです。皆さん今日もありがとうございました。これが可愛かったね。可愛かったね、うん、それね。たくさんコメントいただいてありがとうございます。プディングムーンさんこんにちは。ココナッツアイランド渡ってみたいです。あ、じゃあ今度行きますね。ね、今度行こうか。良い空気、綺麗な景色、五感を感じながら行きたいですね。あ、そのココナッツアイランドをさ、うん、の周りをスノーケル持って泳いでいくと楽しいんだよね。そう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 、一周ね、面白いよね、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。マハロー。はい、はい、それでは、それじゃあ皆さん今日もありがとうございました。いい一週間過ごしてくださいね。いい一週間過ごしてください。それじゃあね、バーイ。